巨人、久保コーチが有能すぎるけん。オープン戦、チーム防御率 2.04、12球団2位、昨季 3.76、12球団11位。今のところはマジで若いピッチャーだらけで防御率も良くなった模様。去年11位が今年2位はマジですごいな、しかも戸郷大勢いないからな。久保コーチの魔改造ほんますごいわ、直江横川とかマジで別人や。全然オープン戦見れてないから教えてほしいんやが、どこら辺が良くなってるん？横川はフォームがかなり変わってる。直江も球団 YouTube 見ると久保コーチに体の使い方を教わって改造されたっぽい。チナトラヤが、久保コーチの有能エピソードの最たるところは、ノウハウを他の投手コーチに教えてから対談していくところ、投手コーチまで育ててくれる神様や。久保コーチはアーラと同郷で同い年やから、キャリアの最後は巨人で全てを出すってコメントしてたし数年は残ってくれそうやない？は？そこそこ巨人いてくれそうやんけ。マジで有能な投手コーチは監督より大事やで、お金払っても欲しいわ。